こんにちは、サクサク創作パンダです。2021年9月20日は敬老の日です。ご利用者様を敬う気持ちで、今回は折り紙で作ったファッションショーをご紹介したいと思います。 Facebook グループ介護士のための創作レク交流広場のメンバーの方が投稿してくださったある介護施設でのひとときをご紹介しています。コロナの影響でレクリエーションが制限されていた中、 DVD 鑑賞を楽しまれています。折り紙の作品をご覧になって動画を楽しんでいただければと思います。アイスの棒で作ったセーラームーンの作品もご紹介しています。ぜひ最後までご覧になってみてください。アイスの棒にセーラームーンを描いて折り紙で折ったスカートを貼り合わせています。ヒョウ柄のストレートズボンとブラウスの組み合わせです。次は同じヒョウ柄でもタイトズボンです。次は男性です。タキシード姿です。蝶ネクタイもしています。花嫁さんと花婿さんです。水玉模様のレインコートとブルーの長靴のコーディネートです。次は花柄のグリーンのレインコートです。赤の水玉のレインコートとお揃いの長靴です。続いては黄色の花柄のレインコートと長靴です。次はコックさんです。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは季節に合った折り紙の折り方や高齢者レクリエーションなどのレクのやり方をお伝えしています。介護施設や病院などでレクを担当されている方、もっと広く学びたいという方、マンネリして困っている方、家族の介護をされている方、家族のためにもっと広く知りたい方々のために一緒に歩んでいければと思っています。少しでもお役に立ちましたらチャンネル登録をお願いいたします。高評価、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。